乃木坂465期生のレベルの高さ、ちょっと異常すぎるだろ。全員が悠々白書の雷電の友達クラス。作丹とかよくあんなパーフェクトアイドル見つけたよね。下手したら歴代最高レベル。おかしなちゃんの復帰を待ちわびてる。本当に過去最高レベルなら乃木坂の注目度も人気も V 字回復するし、昔はあらゆる媒体でハイビジュアル軍団言われてたけど、5期をビジュアル歴代最高期と称する媒体は皆無だから、ごく一部の勘違いをたが、鼻息荒くプロパガンダしてるだけ。もし5期が公式ライバルだったら、今頃乃木坂は完全に食われてたね。8万、8000分の11は伊達じゃない。そうそう、5期が全員僕青面だったら完全に乃木は AKB コースになってた。普通に1期超えてるよな、少数なのに。5期が乃木坂じゃなかったらボロクソに言うんでしょ乃木オタは。いや、サツキタンが僕青にいたら、推し変してましたわ、一ノ瀬でもしてたかも。5期が入って初めて乃木坂に面白みを感じてる。全員選抜あり得るレベル。これまでのメンバー推移見ると、35人になって3期12人追加、40人になって4期11人追加、その後新4期5人追加、34人になって5期11人追加、そして今36人、そろそろ6期募集だけどどうかな。1期が人数多すぎて比較難しいが、歴代最高でしょう。良いとこなしのメンバーがいない。中西と岡本がいない9人なら、乃木坂の鬼滅で最高だった。6期とか現地セミナーや対面面接でもっとエグいオーディションになりそう。5期はルックスも人気もすごい、平均以上ですごいけど、ちゃんと歌唱力あるメンバー多いのがでかいな。